スケさん花火、赤エルサンタさん、何これ、ゆうちゃん花火、ありがとうございます。今日も野球遅れるん？え、そうなん？野球で遅れとるん？知らんかった、知らんかったんやけど。知らなかったです。いつもね、全然知らないんですよ。75分遅れ、75分、1時半、2時45とかってこと？マジか。そう、今日はいっぱい寝ました。セマッチャさん、ピルシさん、ありがとうございます。花火、明日はアットジャムです。ね、本当に行ったり来たり全然ね、いいんですけど。なんか広島から東京の区間の新幹線に慣れたら、もうね、名古屋なんてね、ちょろいね名古屋なんてちょろいもんですよ。この前もちょっと寝とったらすぐ着いた。そう、名古屋でも普通に、まあ広島から名古屋って割とあるって感じやけど、全然です。ゆうちゃん花火、赤色サンタさん、たまやん、ありがとうございます。
景色で分かるようにはならん。あの基本あれ開けてない、窓のあれ開けてないので。てか逆に言うと新幹線の話じゃなくて、逆に言うとラジオ遅れとるならショールーム、そんな本当はね15分で終わろうと思っとったんやけど、別に全然できるんかもしれん。富士山見たことない、ないと思う。外の景色を気にしたことがない。もう何も見ない何も見ないです。もう慣れすぎてというか、本当にもう移動でしかないって感じ。新幹線最近の移動はもう寝てる基本。なんか寝れるよね、今までやったら全然寝れんかったけど最近は寝れる。ああ広島ね、着く直前のマツダスタジアムは確かに視界に入ってくる。慣れというかもう最近はもう本当に眠い時しか寝れないって感じ。ただクックパッドで大阪行く時とかは全然寝てないけん、1時間半起きてますけどって感じ。まさひろさん、栃木のスーさん、ありがとうございます。そう、名古屋帰りの時はコンパルを食べました。そしたらコンパルって言っとったらココアさんにコンパルじゃろって言われた。コンパルそのサンドを食べました。
美味しかった。コンパルらしいですコンパル、コンパル、そうサンド、なんかいろいろ種類がいっぱいあって、そう、サラはミックスサンドにしました。あれです、ハムと、ハム、ハムトマトとか、なんかそっち系のやつ、もう薄味っていうか、もうそんな濃いやつじゃなくていいと思ってそう、薄いやつにした。そう、なんかカツとか何があったかな、結構ね、いろんな種類の差し入れがあったら、あったけど、サラはさっぱりを選びました。てかさ、寝すぎたんか、頭痛くて、そう、ね、寝てなすぎても頭痛くなるしさ、人間って寝すぎても頭痛くなるんか、たまたまかな、たまたま気圧問題か。グリグリ、差し入れの味噌煮込みうどん持って帰ってきたよ。なんか、そう、差し入れ、なんで知ってるの？言ったっけ？写真載せたっけ？そう、味噌煮込みうどん、箱の味噌煮込みうどん、作るタイプのやつです。その場で食べるやつじゃなくて、作るタイプのやつ、いつか作る、期限を切らさないように、いつか作る。うん、そう、あ、サラのストーリー載せてないか、あったよ。首を、結構ハマちゃん、矢島さん、ありがとうございます。そう、名古屋から麺、シャチリンってやつ食べたんよ。配信中、そのツアーのさ、名古屋の前日の配信中にさ、見せたやん。覚えてる人はおるかいないかわかりませんけど、見せたんですよ。それです。で、いけないなーって思っていたんですけど、千穂さんが、千穂さんに見せたら、行こうよって言ったけん、じゃあ行こうって言って食べ行った。辛麺、
名古屋の台湾まぜそばの有名なあの花火ってやつがの人が監修しているみたいな。やつらしい。シャチリン、そちおさんも辛いものにハマっとるというか、そうハマっとるらしくて、行きました。そちおさんは1から普通と迷って1からにしとった。それは2そう、ね、結構まあでも久々に辛いやつを食べたけんか分からんけど辛く感じた。辛く感じました。そうなんです。名古屋で辛麺を食べれるとはって感じ。そうでもサラはあの普通のやつを選んだ。辛麺普通のやつにしたし、ニンニクも抜きにしたし、そうもう普通に辛麺って感じやったけど、辛麺を食べましたって感じやったけど、千穂さんの方はチャーシューなかなかも乗っとったし、ニンニクも背脂も入っとった麺もこんにゃく麺じゃない。それはめっちゃもうラーメンが食べたいっていうよりかは辛麺が食べたい人ないやけん、シンプルに辛麺を食べました。26時45え24 25 2時45ってこと ?3 時44 45。あ結構押しとるね。そう
名古屋グルメ食べれました。名古屋のパフォーマンスのバランス良くてというかパフォーマンスのバランスが良い。本当ですか、ありがとうございます。私が見ている限り見られている感覚はなかったですけどね。寝落ちしそうな予感、あなたがですか、私がですか。私は今日は大丈夫だと思います。今日は大丈夫だと思われます。まあでも野球が押す可能性があるのも今週まで、今月までとかよね、確か。来月までシーズン的にね。夜を寝ないためにちょっといっぱい寝たので、今日は大丈夫だと思います。横浜は去年なんか食べれたっけな、横浜も特に食べてない気がするけど、アットジャムの時、あケアットジャムのケータリングがあったことぐらいか。シューマイはね、さそんなに食べんしってなると、横浜はなんなんやろ。ああ中華街ね、でも中華街もう行けたけんなそう、もう行けたけんなって。いつやっけ、まあでも 言うて行ったの12月やけど、一回行けたら割となんか満足するところはあるんよね。赤レンガとかね。
あの辺は去年だいぶ行けましたので、明日のアットジャムは出番は遅めです。19時とかやったかな。遅めの時間です。横あり、横浜アリーナ、今年は、まあ去年はめっちゃ出たけど、今年はあんまりフェスそんな出てない感覚、まあ去年が出すぎたってぐらいまであるけど、朝一で神奈川観光で なんでそうなるできないですよ。そして深夜ラジオあるのでそんな元気もありませんよ、どっちにしろ。さすがにね、糸ちゃん花火、けんさん花火ありがとうございます。ね、横浜去年のアットジャム、去年のアットジャムはチョコフォンデュみたいなやつがあったのは覚えとる。8月、ああたこ焼き食べとるわ。どこで買ったんやろこれ、たこ焼き食べとるそれ多分ホテルでありちゃんとたこ焼きを食べていますね。これは全然覚えてなかった。え、どこでたこ焼き買ったんやろ、差し入れであったんかな。え、そんなことあるかな。でもたこ焼き買ったんかな、なんか分からんけど、たこ焼きをたこ焼きを食べています。あ、ウーバーして、あウーバーしたんか、やけんか、そう、そういうことか。買いに行った記憶ないもんな。確かにウーバーしたんか。そういうことだ。横浜といえば何ですか皆さん。横浜といえばシューマイ以外で
隠れたものを知りたい。シューマイ以外、中華もダメ。会場の、会場の名前はもういいよ別に。会場を言われたとて、そんな、会場を言われたとてです。ラーメンでもな、さ、普通のラーメンは食べないからな。辛麺なら食べますけど、やっぱ中華があれだよね、よく聞く。ラーメン、家系ラーメン引かれ、うん、そうね、ラーメンはちょっと引かれないかもしれない。蒙古タンメン、あ、そうな、蒙古タンメンあるんや。蒙古タンメンは食べたいですね。蒙古タンメンは惹かれます。でもね、今回は横浜アリーナなので、全然みなとみらいとかそっち側ではないよね。みなとみらいとかで写真撮りたかったけど、今回の会場は横アリなので、全然あっち側じゃないよね。会場は横ありなので、みなとみらい側ではない。ラーメン以外でお願いします。もうラーメンはちょっと私は食べないので、ラーメン以外、ラーメンとシューマイ以外、栃木のスーさん、中野さん、ケンさん、赤色サンタさん、欲しい、ありがとうございます。そうね、みなとみらいの雰囲気は結構好き、結構好きです。特になさそうですね。特になさそうですね。そうね、横浜アリーナなので、全然
そっち側ではないですね。みなとみらいとか側の横浜ではないですね。ゆうちゃんたくさん星ありがとうございます。矢島さん一尺玉、一尺玉ありがとうございます。あ、じゃあ1時半からじゃないのか。もう終わるけど、一応ラーメンね、ラーメン博物館、家系ラーメンってとはってなる。それ家系ラーメンとは、横浜の食は難しい。まあそうよね、中華がいいとかシューマイとか、ましてやラーメン好きじゃないってなったらないよねないですよね。そうですよね。まあね、今回はフェスに行ってスッと帰る感じなんで、特に横浜を感じることはなさそうですけど、中華街とかそんな行ける余裕はなさそうですけど。たこ焼きウーバーするかなウーバー。多分去年もそれでウーバーしたんだろうね。結局もうちょっとでランキングを読みます。ウーバーイーツ、
まあ明日のアットジャムの前に今日は2時45分26時45分からラジオ、あくび出た、いっぱい寝たのに。26時45分からラジオごちゃがあります。のでぜひ聞ける方は聞いてください。じゃあランキング読みます。13位えんちゃん、12位 MJ さん、11位奥行さん、10位中野さん、9位ピレスさん、8位モスコルさん、7位栃木のスーさん、6位スケさん、5位イトちゃん、4位ヤジウマさん、3位ケンさん、2位ユーちゃん、1位アカヘルサンタさん、ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。ではありがとうございました。バイバーイ。